アダムス A to Z ウェビナーシリーズ作業ロボットのモデルを作ろう第3回をご視聴いただきました皆様誠にありがとうございます。ここからはウェビナー当日に皆様からいただいたご質問についてお答えしていきたいと思います。それでは早速参りましょう。お願いします。はい、それでは最初のご質問です。アダムスエクスプローラーで Excel ファイルを用いて解析を実行するのに、ウェブブラウザーを使わずに Excel ファイルから実行する方法があったと思うので、その方法を教えてくださいというご質問です。はい、ありがとうございます。おそらくアダムスエクスプローラーがリリースされた際の新機能例題をやってみたことがある方からのご質問かと思います。ウェビナー本編では触れなかったのですが、 Excel ファイルをウェブブラウザからアップロードするのではなく、 Excel のアドイン機能を用いて Excel のメニューから直接解析を実行することもできます。なんでこれを本編で紹介しなかったんですか？動画の尺の都合ですね、というのは半分冗談ですが、 Excel のアドインを使いますので、アドインモジュールのインストール手順が少し煩雑なのと、使用環境が Windows に限定されてしまうという点がちょっと懸念としてありました。ブラウザ経由のファイルアップロードであれば、 Excel ファイルのパラメータ修正はLibreOffice とか Google スプレッドシートでできますし、 Web ブラウザさえあれば OK なので、 Windows からでも Linux からでも解析を実行できます。何にせよ、せっかくご質問いただきましたので、 Excel アドインを使用する場合の作業手順についてもご紹介していきたいと思います。まずエキスパート側の作業は全く変わりません。 Adams モデルから Excel ファイルを書き出して、 Job サーバーと Web サーバーを起動しておきます。ビギナー側では、まず Excel アドインのインストール作業が必要になります。Adams インストールディレクトリを開いて、A Explorer、Spreadsheet Software Plugins、Microsoft Excel のフォルダを開きます。ここにあるこのファイルが Excel アドインモジュールです。そうしましたら、今度は別ウィンドウでユーザーフォルダを開きましょう。アップデータ、ローミング、Microsoft、アドインズを開きます。場所がよくわからなければ、エクスプローラのアドレスバーにこの通り入力してみてください。そうしましたら、先ほどのアドインファイルをこのアドインズフォルダにコピーしてください。次にエクセルを起動します。白紙のシートで構わないので、何か適当にファイルを開いた状態にしてください。そうしたら、ファイルメニューを選択し、オプションを選びます。アドインを選択して、管理 Excel アドインとなっていることを確認したら、設定ボタンをクリックします。一覧に Adams Explorer アドインがあるはずですので、チェックをつけて OK をクリックしましょう。そうすると、Excel のメニューに Adams Explorer Server という項目が追加されます。これで事前準備は完了です。エキスパートからもらった Excel ファイルを開いて、パラメータを変更したら、Adams Explorer Server メニューを開きます。Submit Job ボタンをクリックすると、自動的にサーバーへ Excel データの内容が送信され、解析が始まります。解析状況は Analysis Status Sheet に表示され、Job Status ボタンをクリックすると、状況を更新することができます。ストリームステータスボタンをクリックして有効にすると、10秒ごとに自動的に状況が更新されます。解析が完了すると、結果 Excel ファイルへのリンクが表示されますので、このリンクをクリックすると結果を見ることができます。もしメッセージファイルの内容を確認したい場合は、View Job Server ボタンをクリックすると、Web ブラウザでサーバーのページが開きますので、ここからメッセージファイルをダウンロードすることができます。以上、簡単ではありますが、Excel アドインを使う場合の Adams Explorer 解析実行の手順をご説明いたしました。ちなみに、ご質問ではなくコメントなのですが、動画だけでは手順が実践しづらいので、手順書を公開してほしいというご意見もいただいております。ありがとうございます。Adams Explorer の使用手順に関しては、Adams オンラインヘルプに Getting Started として記載されておりますので、ぜひご一読いただければと思います。日本語ヘルプをご利用いただける方は、
スタートガイドのアダムスエクスプロアーのページを参照してください。Excel アドインを使う方法と Web ブラウザ経由の方法と両方あります。今回いただきましたご質問は以上となります。それでは皆様、また次回のアダムス A to Z でお会いいたしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。